竜王の駒の例。竜の字の作りの部分が、わね、ており、上り竜を表す。竜王、竜王は、将棋の駒の一つ。本将棋、小将棋、中将棋、大将棋、天竺大将棋、大大将棋、真カ赤大大将棋、大将棋、大局将,将棋に存在する。本将棋で最強の駒であることから、タイトル戦である、竜王戦の名前の由来の一つにもなっている。 竜と竜とは異字体の関係にあり、竜王とも竜王とも表記される。実在の将棋の駒には通常竜王と表記されている。一方、日本将棋連盟では活字にする場合には常用漢字である竜の字体を採用して竜王と表記するのを正式としている。なお、本将棋の駒では竜の字の作りの最後の画の輪音を大きく 上向きに強調した崩し字が使われることが多く、これは、のぼり竜を意味している。ただし、竜王の文字が崩されていない書体も、みなせかねなりなど一部の書体に存在する。竜、または竜と略す。飛車の聖句としてのみ存在する。英語では、プロモーテッドルーク、またはドラゴンと訳され、略称は R、または D。明治の頃までは略称として、 王という呼び名もあったが、王では王将と紛らわしいため、略称としてはもっぱら、竜が用いられるようになった。中将儀では、竜と略す。イコマと、セ句クトがあり、飛車の正五馬。イコマの竜王はなると飛べわし、竜と略す。大々将儀では、飛竜の正五馬。イコマの竜王はなることはできない。飛車、飛竜の正五馬。イコマの竜王はなると飛でわし、 ありがとうございます。